ね、今日初めておいでいただいた方もおりますので、これまでの経過をですね、笹道郎の大西委員長に、行っていただきます。皆さんこの、門の前に集まってください。ビラでご存知だと思いますけど、ネパール人の国夫婦が、奥さんが外国人登録証を作るのでパスポートを返してくださいと言ったら、ダメだと言われたから他の店で働きますと言ったら監禁が始まりました。7月25日から6日、それで、まあ、約1ヶ月監禁されたんですけど、主要には、1日1食で、最後は、物置小屋におまるを入れて、最後の一日は、ということで、まあ、細かい経過あれですけども、とにかく事件、内容自体が、まあ、映画化小説の世界、事実は小説より来ないという世界で、労働問題で、こういう長期の監禁事件が起こったということ自体、信じられないし、それにもましてですね、昨日ですね、エグレサー、鬼柄プロダクションですね、エグレサー島と、ちょっと長くなりますけどね、基本的なんで、レーバーネットのフェスティバルに行きまして、エグレサー島と大西豊が社長である、出ましたんですけど、本当はアピールしたらそれはダメだということなので持ち時間で話したんですけど、アピールしました。こういうこの事件はですね、この経営者の悪徳な映画もどきの事件、それよりも対馬警察が監禁にの共犯であった。癒着とかではなくて、一体化ですね。ビラ読んでいただけば分かると思いますけど、そういう意味において、そこで犯人の、韓国の犯人重工の逃走、女性の、その犯人重工では、初めての女性と走行であったらしいです。その人が、戦い抜いて300日クレーンの上に登場とやって、希望罰ということでいろいろやりまして、最後は20何台、1万5000人が結集して、警察の催涙ガスとかね、放水とか弾圧を受けながら戦い抜いて、11月10日に、職員1000何人かの解雇全面撤回、11月10日に犯人重工の逃走は全面処理しました。で、岸君もですね、ここで、行われた、24時間無期限座り込み選挙闘争は11月8日からです。この犯人重工の、女性、名前ちょっと忘れたんですけど、その女性、労働者の決起にこの戦いを引き継ぐ国際的な連帯を持って戦い抜く、こういう意味を持っていると思います。この前、11月28日に、韓国の反米軍基地、そして非正規労働者の戦いの報告集会がありまして、その後こう来まして、社民党の外宣化含めてですね、ここで、その韓国人労働者が強く含みまして、社民党の大きいスペークで話しました。今、この戦いは、反人重工の戦いを、11月8日、座り込み開始、11月10日で向こうで全面勝利ということで、この戦いを引き継ぐ、そういう意味を持っていると思います。
相手側弁護士はお金がないとか、もう話し合える余地はない、裁判でやるということを言ってますけど、私は弁護士に裁判もやりますけど、そういう長い答え待っておられません。労働者の最終的な実力と連帯を持って、この霞悪徳経営者に対して、迫っていかなければならないと思います。そしてこの事件は、経営者の前代未聞の悪徳性もさることながら、この監禁のを対馬警察が完全な共犯者であって、癒着でもない、まさに一体、悪徳警察、対馬警察が一体となった問題である。そしてその、国家の恥を対馬警察、愛知県警察、検察庁は、10月4日に一人を除外し、次男坊を除外して、夫婦を書類送検しましたけども、事実関係で警察官が現場で監禁を是認したと言っていまして、事実関係が明白でありもかかわらず、10月14日の書類送検以降、起訴もせず、あろうことか、海外の夫婦の逃亡を許した。日本にいないと起訴もできないらしいです。仮に起訴されていても、台湾とは国交がないから強制的に呼ぶことができません。ねえ、ひどいです。これは公判廷で、日本の国家の公判廷で警察が監禁をしたと、共犯者ということはバレたら困るということで、国家権力をかけた、こういう隠蔽工作なわけです。ですから、犯人重工とですね、この霞と比べたら、職種から言っても、経営規模から言っても、これゴミみたいなもんです。ですから、そういう意味では、経営規模とか言ったらね、あんまり意味が少ないかもしれない、人権侵害で意味が少ない大きいもないんですけども、あまり意味がない、一般的にはあまり大した問題じゃないかなと思いかもしれません。しかし、その国家権力が悪徳経営者と癒着して、監禁の経営者、監禁の共犯者であった、悪徳経営者とまさに一体化していたという、この国家の恥を国家権力の力を持って隠そうとする。今日においては、この問題は、ゴミみたいな経営者でありますけども、この内容自体は、国家権力そのものを問う、そういう内容だと思います。それで、今、弁護士言ってるんですけど、対馬警察と名古屋地方検察庁を起訴をしなかった、遅れたということ、そして台湾逃亡、対馬、名古屋検察、地方検察庁が認めたということ、それに、2点において、損害賠償の民事裁判を起こさないかんじゃないかということを言ったわけです。そういうことをしないと、この国家犯罪は闇に葬られるわけです。ですから、これはね、個別雑用支援で犯人重工に比べたら、ゴミみたいなもんですよ。ね。だけど、その悪徳性と国家権力が、この対馬警察の悪行を国家を挙げて、かぼうとする。コミュニティはこれはものすごく大きい問題です。そういうことを言いたいと思います。それからですね、付属的にですね、週刊金曜日で資料を送りましたの南日本列島、私知り合いで、共同支援の記者やるもんですから、分かった、載せますと、俺は週刊金曜日に載せますと言ったんですけど、今のところですか分かんないけど、今何の返答もありません。週刊金曜日は、あまり国家権力と対決する気がないかなという、限界があるみたいですね。それから、新しく資料の別にですね、携帯電話取り上げて、その後7万円ぐらい使ってるとか、健康保険もね、本人がもらってないで、1万5000円毎月取ってながら、特捜状が来たのは、シェラが、手紙全然もらえてないもんで、やったって、調べたら、特捜状が来とって、一気で1000円。1ヶ月1万5000円の保険料を取りながら、特捜上は、
一気で1000円というのがあります。で弁護士はですね、話し合い、もうとにかく賃金払ったって言っとると、証拠もある、関係はしてない、そういうことで、一応私たちの座り込みの成果としてですね、11月21日第1回話を持ちました。で弁護士とも私たちもね、こんなこと好きでやってんじゃないって言ったの、この次男坊に対しても共犯者だけで唯一書類送付を免れてる辻島健人というのでね、で早期に1ヶ月つけないと、好きでやってんじゃないということを言いましたけど、それでもう一つですね、一つの動きとして大鹿というこの地元の市会議員が、ブログで、霞問題ありますと、 YouTube 見ればありますと、ここにいる誰かが流したね、YouTube を、ここに散歩した人が見てるって、こういう社会的な反響あります。で昨日はですね、レーバーネットの集会で江口沢島と、ティンハネ社長の大西がですね行きまして、その持ち時間ですね、アピールしまして、この問題も全国的にアピールしてます。とにかくこういう、まさにこれは一弱小零細企業の前代未聞の事件じゃなくて、これはそれよりも国家がですね、そういう悪徳経営者と結託した、それを国家を埋めて隠そうとした、それを許さない、こういうものすごく景気物としては半自熟ではまあゴミみたいなもんですけども、こういう大きな国家権力と戦う、そういう意味において、そ意味だということを皆さん知ってほしいと思います。どうもありがとうございました。最近の新聞を読まれてお気づきのことと思いますけれども、中学生を殺したという殺人の冤罪で、そのことが明らかになりながらも、警察検察庁はですね、再度それを長期にわたる法廷に持ち込むということが新聞でも報道されています。日本政府はアメリカに対しては恥ずかしいぐらい屈服します。自分より力の強いものに対しては頭を下げっぱなしです。しかしアジアの小国ネパール、こういう小国の人に対してはこれほど横柄な態度を取れる、こういうことは本当に、表裏一体の強いものに頭を下げて平行する、弱いものに対しては威張り返す、こういうこの日本の非常に悪しき風習、明治時代から続く悪しき風習が今ここに見られると思います。同じネパールのゴビンダ事件というのは東京でありました。東電の、女子社員を殺害したという容疑で長期にわたって今収監されています。これが冤罪であるということは、極めて明らかになっています。しかし日本の政府も司法当局もこの誤りを未だに認めようとしていない。大西さんはこの事件は小さな事件とおっしゃいましたけれども、ことを人権に関わる事件では大きいも小さいもない。私たち、ユニオンの連帯共同行動は、そのユニオンが取り組んでいる、当該のユニオンが取り組んでいる、力を得て行っている行動について、共同してそれを成就させる、成功させる、勝ち取る、こういうことで、連帯を進めてきております。今日は大勢の一日総行動で、労働組合の代表にも、市民団体の代表にも、今日は安住さんにも初めて、おいでいただいております。ご挨拶をお一人方お一人ずつお願いしたいと思います。それではまず、